It yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。次のいきますね。まだ世界史が続くんです。さっき言ったウェストファリア体制とかですね、はい、あと国際法っていうのも先生大事されてますよね、うん、はい、うん、あとバルカン半島、バルカン半島地政学と、はい、ね、まあ、この辺も全部軽く読めないと外国行っちゃダメですよね、うん、っていう本ですね。この間ある外交官の方に会った倉山先生の本と、はい、チャンネルクラブ見てますと、はいはい、で、あれは非常に勉強になりますと外交官の方がおっしゃって、言ってましたね、はい、でバルカンの本がすごい褒めていただきましたね、うんうん、すごいインテリな外交官の方でしたね。 あの方もそうなんですけど、別の外国の外交官の方もチャンネルクラブ見てるんですよ。 ありがとうございます、はい、ね、監視対象として見てくださいね、あの財務省とかね全員見てますからね自分が何言われるんだろうみたいな、うん、ハリーデクスターとかで、ね、散々言ってますからね、うん、もう散々、ね、もうだってですよ、そう、財務省の入省希望者が激減したって、はい、財務省ダービーってねやってるじゃないですか、はい、財務省ダービーやった、財務省の出世をクイズダービーのパロディ番組でね、あの予想して遊ぶっていう。だって財務官僚って生まれてから褒められたことしかないわけですよ、基本的に。一生懸命勉強して、で、まあ、都会の学校、進学校ならともかく田舎の学校なんて一番しか取ったことないわけですよ。でそれで東大法学部入って公務員試験上位にで受かって、財務省に入って、市警局に入って、ダービーでおちょくられるで悪いことしなかったらトップに立てないと、でトップに立ってできることこんだけみたいな、うん、それはまともな東大生行きたがらないですよ、うん、ね、うん、まあそれはさておき、ね、それ赤裸々にしちゃったわけですね。とはいうものの、財務省にしても外務省にしても褒めるとこは褒めてますか、うん、だからよく私、財務省解体論って一回も言ったことない、気づいてます？そんな全く意味ないんだよ。だってあの官僚が強いからって官僚をいじめたって何の意味もないんだよ。政治を強くしなきゃいけないし、そのためには国民が賢くなんなきゃいけないわけですよ、ということをちゃんと言ってるわけで、まあ、だからテーマごとを分けてますけど、いろんなテーマが関連してつながるっていうのをね、うん、だからここに並んでるじゃないですか、ここだけが全てだと思わない、ここに書いてないこととどうやってつなげるかっていうのはそれまでの蓄積なんですよ。で一番最初の質問に戻って第0問に戻るんですけど、うん、どうやって情報処理してるんですか、今までの蓄積で、まあ、6枚目の テーマですよね、はい、で 5つのテーマ見てるわけですよね。それの蓄積が残ってたら、ああ、あれとつながったなって、これがインテリジェンスですよ。それの積み重ねしかないですよ。なんかまともなこと言っちゃう。ああ、まともで、まともでいいですよ。どう、まともなこと言ったんだから突っ込んでくれない。いやいやいや、ちょっと、もうさっきからジェットコースターに疲れてて、落ち着いてました、落ち着いて水飲んでました。休んじゃダメ。休んで。もう気が抜けないんですよ。いや当たり前、今カメラ回っててお客さんいるんだよその瞬間ね、気抜くなんてね、あなた何年この世界で生きてるの公開説教新年早々ですね。新年早々、はい、はい、じゃあ7つ目の最後のテーマですね、はい、まあその他ということで、はい、はい、最近ね、13歳の国守り、これいい本ですね、はい、はい、まあそれぞれちょっとあの一つずつ解説していただけると、まあ、それぞれテーマがちょっとね、うん、あの今入らないんで、はい、まあ星野心得が5年経ってで、じゃあ仁代替わり版書こうかなって企画で考えたら全然違う本になったと、うん、大体リメイクの企画が出た時に本当にリメイクしたこといつもないっていう、まあただとはいうもののそういうリメイクの企画段階でのそういうのが残ってるのがあって、で例えば星の心得と13歳の国守りだった安倍晋三内閣に対する評価が激減してるとか、うんうんうん、そういうのを見てほしいなっていう。保守っていや本当は最初13歳からの星の心得っていうのをアマゾンで出してますからね、
っていう風なぐらいで、だから保守って言われたくないっていうのを保守の心から言ってたのか、とうとう保守って言葉やめちゃったっていうね、うん、本当に伊藤詩織に焼き払ってほしいわって。あとそこ今日やりますね。3回目ですね今ね。え、もっと言ったかな。カットされてないとされたところも入れると、はい、逆にしたらよくわかる教育直後ね、うん、これはぜひ皆さんも読んでもらいたいなと思うんですけど、もう本当これ倉山先生のブログとかも、うん、そのまま撮って、僕吹田の議会質問でやりましたからね、はい、うん、教育直後はダメなんですかと、うん、ダメだっていう、じゃあ逆にしたことをやればいいのかという話でしょ、うん、そうね、うん、全部教育直後全部逆にしたってね、うん、親孝行しちゃいけませんとかね、兄弟姉妹仲良くしちゃいけませんとかね、てなことを延々言ってた。国家は打倒するものですって、そしたら二教祖になっちゃった。二教祖と書いて卑怯組とかね。いいですよ、もう二教祖はもう全然いいと思うんで、はいはい、どんどんやってください、はいはい、全てのボールがビンボールみたいな。はい、はい、プロパガンダのところは、うん、こうどういうプロパガンダに気をつければいいですかねっていうので、いやこれも5冊分の企画ぶっ込んじゃったんですね、うん、結局、うん、一番最初第一章がね、三河武士団のプロパガンダって、いや徳川家康がいかに素晴らしいシステムを作ったかって書いてるのに、はい、お前ね、三河武士をね、侮辱することは何事だ、豊橋を通った時はね、覚悟しとけよって言って新幹線で名古屋まで行っちゃいましたよ。みたいなね、まあ、とか始まりだ。本当にプロパガンダって言葉の意味から分かってない、うん、PR ですか、ちょこっとだけ違う PR ですかみたいな、まあそれはねともかくで、最後の章でなんか前線前哨日中関係史みたいな、白月の絵から桂太郎まで前線前哨、あ、聖徳太子から桂太郎まで前線前哨みたいな、うん、日本は全然中国負けてないんだよみたいな話とかね、ぶっこみましたけど、まあいろんな形のプロパガンダをぶっ込んだ本ですねこれは、うん、うん、で逆教育直後はね、まあ12章で突然なんか泣ける本になっちゃってね、うんうん、ウルトラマンの話になっちゃってますから、ね、うん、例え話がいつもね、はい、はいはい、まあ歴史問題解決しないですね、まあ、コンセプトは絶頂期の日誌を感じてね、うん、じゃあ今はどうなんだってね。いやでもこれね、今までの倉山満のキャラは何だったんだっていうね、格調高い本になっちゃったんですけど、いやというのはですね、PHP でボイスって雑誌があって、なんか取材受けたんですよ。で現場で大爆笑だったの、出来上がったのがすごい真面目な原稿で、そっか PHP だしな、硬いしな、まあ、やっぱね、じゃあ硬い本書こうかと、じゃあいっそのことをもう官庁の正統派の評論でいこうかみたいなんで書いたら、でまあ出来上がって、まあね、これを最高傑作を押してくれる人もいるんですよ、うん、確かに、うん、で、まあ、倉山塾ってやってて、で、まあ、倉山塾って、まあ、みんなが勉強しましょうっていう塾なんですけど、それで PSP の社員さんが、まあ、いて、はい、で私 PSP って結構担当変わってるんで、歴代担当全員にインタビューしてくれたの、社員特権使って、ね、同じ会社の人なんで普通に会えるじゃないですか。で裏話聞いてて、衝撃の事実著者自身も知って、はい、なんとそんな本なのに嘘だらけシリーズみたいな本で企画通してたって、みたいな感じで、そうなんというね、驚きの、やっぱりね、これその私の本の話とかじゃなくて学びそのものですけど、先生と言われる立場でみんなと逆の方向いてるじゃないですか。で皆さん生徒と学びに来てる側じゃないですか。じゃあ皆さんにとって最大の学びは、先生に今日はいい学びができました、勉強になりましたって言わせるのが皆さんにとっての一番の学びですよ。一方的に先生からお話聞いて、先生が100点で、じゃあその100点目指そう、うん、80点が90点上がったなっていうんじゃダメ で100点のうち10点20点落としてもいいけど、じゃあ200点300点の成果になればいいやぐらいの気持ちの方がいい学びになると思うんですよね。うん、だ与えられた紙が100点で、それが全ての世界で完結してるっていう学びは、まあ大学入試までですよ ね、うん、大学院に行く時なんてね、表も裏も関係ないですから ね問題文見た瞬間、自分が望まれてるか愛されてないか分かるっていうね。あ、これ俺浮かれっていう問題だみたいなね。うん、ここの学校行きたくなかったのにみたいな ね、 そうですね。この後の質問タイプの皆さんの質問が楽しみですね。はい、はい、ということで、うん、まあ本の7テーマありましたけれども、はい、うん、まあまた質問ということで、はい、まあもうお話の中にもありましたけども、
まあ、この7つのテーマですね、体系的にどういうふうにこう身につけていけばいいでしょうかということなんですけど、まあ、冒頭の話でいけばですね、もうコツコツとですね、うん、全部読んでいくしかないということなんですけど、うん、まあ、なかなかとはいえですよ、とはいえそれはそうだろうなと思いながら、やっぱり皆さんなるべくこう全体像とかを先に知りたいなと思うわけじゃないですか、うん、一冊一冊読んでいくと大変なんで、何かこういう方法ありますよとかありませんかね、まあ、なんかこう邪道かもしれませんけど、ね、いや実はそれはすごい誰もが思う質問で、うんうん、ただ闇雲に乱読してるだけじゃダメなんですよね。その時に自分は一体何が知りたいのかっていう意識を持っておくことですが、何でもいいんですよね。動機何でもいいです。私が県政の浄土を卒業論文に選んだのは、たまたま細川内閣ができて自民党が潰れて、また村山内閣で取り返して、でお互いに県政の浄土だとか言って出たんですよ。じゃあ一体県政の浄土って何だろうって知りたくて、でたまたま、まあ当時平成時代なんて、ね、歴史学で扱わせてくれないんで、昭和初期の県政の浄土を選んでたらこうなったっていうだけなんで、まあ動機は何でもいいんですよ。でも決めた方がいい。で決めた上で、じゃあ一体今なんでこれをやってるんだろうっていう、まあ私は本を出したり倉山塾やったりで、まあ、チャンネルクララとかその他っていう三本柱なんですよ、仕事が。じゃあそれって一体何のためやってるんだろうが、生活のためとかなったらやめようと思ってます。金儲けとかね、まあ、再生回数が増えたから偉いとかね、まあ、私金の亡者数の奴隷って言ってるんですけどね、そういう人間になったらやめようと思ってるんですよ。別にそんなのは、まあ、お金とか数とかは必要最低限あればいい話なんで、それがないと堕落しますからね。でもそれだけをいつまで経っても追い求めてはいけなくて、じゃあ今一体自分はその3つの活動を何のためにやってるんだろうっていうふうに常に自分を再定義して、そうか、倉山充は日本人に必要な教養を広めるために活動してんだと。でそれってある編集者さんが言ってくれたんですよ。だ一生懸命やってると常に再定義できるっていうふうなことがあるんで、それをひっくるめて一言で言うと、知識より意識。意識があれば知識はほっといてもついてきます。引きな例あげます。薬の名前なんて自分が病気になって覚えますよね、うん、同じです。でも知識がついていないってことは、それ意識が弱いってことなんですよ。本当にこの薬を飲み続けないと自分の愛する人は死んじゃうとかなったら、もう絶対に覚えるじゃないですか。名前忘れないじゃないですか。というのが意識ですよね。だから意識改革が必要だと、うん、いうことで、はい、そこにうまくね、はい、センタリングに乗ってくれたな、はい、ありがとうございます。意識意識って言ってたの気づきました、はい、ありがとうございます。あ、よかった、はい、これスルーされたらね、何のため意識って言ってたのか、ね、でもこれで終わりたいぐらいなんですけど、あ、はい、時間的にこれで終わりじゃなかった。いやいや、まだね、最後のしまった、計算間違いしたもう次の質問で入れてほしかったですね。あ、はい、これが最後の質問なんですけど、あ、これですか、はい、まあ、こうやってね、これさ、言ったんじゃない、いやいやいや、また、うん、まあ、もう今の話にもつながるんですけど、まあ、僕は今日倉山先生のこと、まあ、皆さん知ってらっしゃると思いますけど、はい、まあ、本当に憲政史家として、はい、憲法から歴史、政治、そしてまあその他のテーマまで、うん、幅広くですね、はい、学ばれて、まあ、いろんな発信もされてるわけじゃないですか、はい、で今年2020年って、まあ、うん、いろんな人も言うし僕もそう思うんですけど、なんかいろんな変化が、まあ、選挙もいろいろありますし、うん、オリンピックもありますしね、はい、うん、そういった時に、まあ、増税もされちゃってですね、はい、いろいろね、日本はもう難題が山積してるんですけども、うん、こういうこうね、歴史的観点からでもいいですし、倉山先生の直感的なもんでもいいですけど、今年の日本の一番大きなこう、なんていうか課題っていうわけでもないですけど、ビッグイッシューっていうかですね、うんうん、英語で言っちゃいましたけど、うん、はい、問題課題は何でしょうか。何年は大変動の年だって毎年本出て、うん、じゃあ毎年じゃんっていうふうに今年が特別な年だと決めつけない、うん、別に2020年じゃなくてもういいんですよ。じゃあ2021年は違うのかという話になるんですよね、はい、だからいつ大変動が来てもいいように備えておく。2020年だから限らない。だって今年絶対起きるっていうのは基本ないので、うん、まあ、言ってしまえばですよ、日本国憲法一文字も変わりませんから、うん、いや戦争が起きるみたいなのを、まあ、ソ連崩壊とかああいうのを大変動っていうわけですからね。
だから所詮変わらない世の中でどうやって変えていくかっていうことですね。栗山先生は今年1年かけてここはちょっと日本1ミリでも動かしたいなと思ってるのは何ですか？ちゃんとした本を読んでちゃんと勉強する、ちゃんとした仲間を増やす、うん、でそこであえて数値目標を求めない、はい、だから栗山塾何人とかあえて掲げないようにしてます、うん、だからそれはあの数の奴隷になっちゃう、うん、まあね、まあ神谷宗平さんが大好きな橋本徹って人いるじゃないですか。ね、ツイッターフォロワー数160万だから170万の時に、はい、倉山充に夜中に喧嘩を売って見ました、はいはい、ね、あの本当に私彼ね心の底から尊敬しました、うん、議論で勝てないと思ったら、うん、恥も外聞もなく逃げる、あれがプロですよ、あの修正力、うん、そこで中途半端な人はプライドが邪魔してなんかあの傷口拾っちゃうんですけど、橋本さんやっぱプロですね。あのあこれプロレスラーの人バカにしてるんじゃない、どういうやり取りだったかちょっと概略を皆さん知らないからのやり取りを、あそれ、まあはい、言っちゃいますと、うん、倉山はね男系に固執してるけれども、うん、民主主義の世の中で何言ってんだとか言うんで、うん、え民主主義なんて皇室の歴史の前だ風の前の地理同じですよ、えなんで民主主義で皇室の歴史変えていいと思ってんのって言ったら、みたいに向こうは日和り始めて男女平等とかね国民主権とか言えば日和ると思ったんですけど、うん、そんな日和らなかったん で、うん、でそれでなんか橋本徹が逃げ始めて、うん、あ呼び捨てにしちゃった橋本さんが、うんすごい丁寧な対応されてましたねブログでね。でそれで、うん、橋本さんいつもと違って、うん、倉山さんには礼儀正しいですねって言われて、うん、あれで、まあ、確か他の人と比べるとそうかな、うんうん、っていう感じでしたけど、なんかちゃんとした対応してきたからダンチラコーチャーとか書いてましたね、うん、ツイッターよくわかんない、だからあの有料ブログで書くって謎のね逃げ込み方をしてたんで、はい、だ公開でやり取りしてたのにこの後は有料ブログでなんでやみたいね、うん、あれがプロですよね、うん、だからさっき言い換えたのはあのプロレスラーって、まあ、さっきまであの道端で素人と喧嘩して負けてもリング上で俺は世界最強の男だって言ってあの5万人満員にするみたいな、それがプロなんですよ。で大抵の人間さっき喧嘩で負けたのに俺は最強だって言えないんですよ、うん、そういう意味で橋本さんプロ、別に彼の言論なんてもうあの小指でひとひねりなわけですよいや実際してるし、うん、でもそれでもまあねあのうまい撤退戦彼としてはして別に商売成立してるわけですよ、うん、うまいな、うん、プロですね思ってますけどね、はい、というふうなところが神谷さんが大好きなところ大好きです大好きですね、はい、橋本徹さん大好きですはい、ねはい、目が笑ってないから怖いいや2人で、ねはいはい大阪二重行政をぶっ壊した、はい、ということでですねまああの久々に、はい、あの出ていただいて、はいはい、もうね汗びっしょりです、ね、いやいやもうちょっと、はい、私は汗びっしょりです、ね、いやそうだったこの人こんな人だったって今思い出しました久々に会ってなんで呼んじゃったからそうそうそういやあのねなんか超辛い鍋みたいなものなんですよ。食べた時はこれ辛いと思うんだけどしまったこんなオーダーするんじゃなかったと思うんだけどでそれで3日経ってまた注文したみたいなっちゃうみたいなそんな感じでした。韓国風チゲ鍋みたいな、ね、そうそうそうはい、じゃあ最後アニョヒチュームシプショーってクレーマー残したってコースではい。じゃ あの終わったらあのハングルで喋る小泉純一郎って会場限定のモノマネとかあお願いしますはい、もうこれ会場に来ないと来ないと見れないんでね、はい、ということで、まあ、久々にこのコンビで、はいはい、あ楽しかったですしましたけれども、はいはい、神谷さんねやられ役上手くなったそうですかあだから喋、はい、れる人って何ぼでもいるんですよこういうことやってるとねまあまあ何ぼでもっていうとあれです、まあ、それでもレベルが高い人は少ないですけどね、うん、でもあの他人を喋らせて気持ちよく乗せて自分がやられ役やれるって何人もいない ありがとうございます。それは司会者としてのね、はい、才能ですよね。いやいやいやもう散々ねあのコンセプト決めましたもんね、うん、CGS やるときに ねこういう人みたいに演じてくださいみたいな、うん、キャラ設定って大事ですよね。キャラ設定教えて素のままやる人は素人、はい、でもできなかったですね、あの僕の知り合いの議員とか呼んできてね最初にやらせましたけどもう全然ダメでしたもんね。そこ私の方がコメントしない。ああそうですね、はいはい、あなたの立場の方がいや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 、まあいやねはい、あのなかなかこうキャラ設定をねちゃんとしないとダメだよというようなことで最初にいろいろ教えていただいて、はい、それで CGS が始まってましたですね、うん、はい、はい、うん
もうそれ以来ですね、僕は知っててももう知らないようにしよう。でもそれは分かる人は分かってくださるんで、うん、あの偉いですねって言われて、いやそれは倉山先生にねこういうふうにした方がいいよと言われたので、うん、はい、これしました。でかといって本当にアホだと思われてもね困りますね、うん、そこは考えが本当難しい。いやでもコメントとかね、神谷はバカなのかみたいなことよく書かれますけどね、うんうん、まあその辺のさじ加減、ね、そうですね。その点折島一平さんってすごいなってね、あ一平ちゃん顔芸って言われてますからね。もうほんと一平ちゃん見てると飯うまくて、はい、夜中ラーメン食いながら見たいみたいな顔芸ですよね。その辺はまだ僕できないですね、うん、はい、あれはねもう達人芸、はい、本当に。だから和也もね司会うまいですからね、はい、うん、上手になりました ね、すごい、うんうん、この間もやって、昨日もやってもらってました、ね、受け身を取るって大事ですからね、はい。カズヤねすごいの、あのまあ消えちゃったけど天皇と上皇2冊読んできてって言っても全部頭に入れてきますからね、うん、めちゃくちゃ学力高いですからね、うん、すごい本読みますよねから ね、うん、でそれがもう頭に入っててポイントを掴んでるね、カズヤなんかお手本でいいんじゃないですかね、うんうん、やっぱりね聞くのって大変なんですよ。事前にその先生の本とかやっぱ読んどかないと、今日はまあ倉山先生の本読めてませんでしたけど、あの基本的に僕も CGS とか来てもらう時はその先生の本一通りバーッと買って、うん、あの読んで、あこの人はこういうこと言ってらっしゃるんだなっていうことを聞いた上で知らないふりして聞かないといけないんです、うんうん、そう、まあ、全て地道な努力っていうことで、はい、はい、ということでですね、まあ、新年最初のシリーズ、うん、実は CGS はですね、12月31日大晦日も倉山充なんですよ、はい、近代政党について、はい、先日やっていただいたことを出していただいたから、もう皆さんですね、もうこう年末年始と倉山さんの細かく見てるわけですよ、CGS の方、はい、濃い1年の始まりが、あなるほど、はい、濃い1年の終わりと濃い1年の始まりが、はい、はい、2020年は倉山充で始まるという形でさせていただきました、はい、今回どうもありがとうございました。あどうもどうも。